はい、もう一回いきましょう。比例と反比例で、実はなんでこれにこだわっちゃうかというとですね、入試に出るんです。この形が入試に出るんです。はい、3点配点、60点満点の3点なんですけど、実はですね、60点中、中1の範囲ってね、10点も出ません。中2が30何点も出ます。中2が一番出ます。で、残りを、中1と中3が出るんですけど、その中で一番出やすいところですから。ですから、y は x に比例し、x が出るときは y がマイナス6で、y は x を式で表せ。はい、比例定数 a を見つけましょう。はい、何分の何ですか、比例定数 a は。x 分の y。だから具体的に言うと、数字で言うと。マイナス6。あら？あ、6でいいや。いや、違う違う。2分の。マイナス6よね、x 分の y やき、x が2で y がマイナス6やきね。はい。で、これ、約分したらいくらですか？ 3、マイナス3。で、ここにこれを当てはめたらいい。当てはめたらいい。そしたら答えは y イコール。マイナス3。これが期末に出るんですよ。もちろん入試も出るんですけど、これが期末に出ます。いいですか？大丈夫ですか？いいです？ y は x に比例し、x が2のとき y がマイナス6である、y を x の式で表せ。もう、問題の出し方も決まってます。じゃあ皆さん練習、これグラフに書いてください、どうぞ。グラフに書いてください。グラフに書いたらどうなるでしょう？ちょっとアンケート、このグラフ書ける人。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ無理やり分数にしますよね。無理やり分数にします。で、1年生はここからしかスタートしません。2年生はスタートする場所がずれるんです。1年生はここからしかスタートしない。やっぱり1年生が一番簡単になってます。はい、これ横分の縦と考えましょうということなんで、どうなりますか？ここから横に？横に？横に1行って、上がりますか下がりますか？マイナス焼き下がりますよね。下に？3つね、メモリ3つ下がりましょうと。メモリ数えるだけやけどね、1数えて1、2、3って数えて、こうグリグリして、あと、はい、同じようにできるところが取れたらね、取れたらこっちにも取っていいんですよ。同じように1と3とかね、取っていったらいいです。こうで、これを結んでくださいっていうこと。ああ、ごめん、図が悪かった、はい、ということでした。じゃあ今度反比例の話をしますね。反比例リクエストだったりね、今度ね。じゃあ消しますよ、いいですか？消しますよ。はい。あら、X の反比例です。いいですか？もう練習、練習。もう練習すればいい。で、あと、今日いつもより少し集中してもらえてるみたいなんで、学校も一生懸命聞いてくださいね。はい。はい。学校はって言ったら、塾がね、いい加減にされちゃうっていうことで、ちょっと悲しみがあるね。そう。じゃあ、あとは結果で見せてほしいね。それね。じゃあ、反比例の式は y イコール何でしょう？ y イコール x 分の a。比例定数 a イコール。A イコール XY かな。そうない、そうない。じゃあね、ちょっと並べたらね、イメージが湧くと思うんで、こんなイメージなんですよ、実は。いいですか、よとみよきよ。ここ横に掛け算の時、これ割り算の分数なんですよ。分数の時、逆に掛け算なんですよ。ほら、反対になっちゃう。ここは掛け算の時、ここは割り算。ここは割り算と、ここ掛け算なんですよ。これセットで覚えたらなるほどなと思います。そう、比例と反比例をセットで見たら分かりやすいです。で、これ横に並んじゃうとき、比例定数は
分数になるとね。で、ここは分数の時比例ですが掛け算になると。いいですか。はい、で、これが反比例の式でした。じゃあ、いきますよ。y は x に反比例し、x が何でしょうかね。3? じゃあ、あんたの意見を採用しよう。マイナスはやめちゃおこう。はい、前を X の式で表せる。はい、頑張って書いてください。書いてください。はい、x と y かけたら1点ね。はい、計算のレベル、ほんと小学生ですよ、これ。3×2 ですよ、3×2。3×2。だから、いくらですか ?6。で、これ、答えが出ました。この答えを、ここに当てはめたら1点ね。で、はい、で、y イコール x 分の6。これで終わりです。これで終わり。簡単と思いますけどね。簡単と思います。後ろの2人がね。ね、いいっすか、シアン君、俺はいつまでも甘くないっすよ。覚悟してくよ。勉強してないってこと？はい。何もしてませんね。あのね、なんでそんなに横に寄ったと？そこまで俺をバカにすると？40年したんだ、俺この仕事。すごいダンス。あの、まず後ろに勉強しに行きましたって言った時に自学ノートが空いてない時に俺は全てを悟ったっす。勉強に貴重人がなんでノートが空いてないかです、うん、本気で俺にちゃんと言ってくれるなら俺もそれなりに対処するけど、自分で一番自分のこと分かる、ね、はい。じゃあ俺さっき言うたやん。もう1年生辞めるっていうのは、もうあんたたちのせいですよ、一つは。もうこんなことやりたくないです。もうほんと人生少ない。もう勉強したいっていう人と一緒に、よっしゃ、頑張ろうっていうと一緒にやりたいです。あと何ですか？部活も一緒や、部活も。やっぱ、部活、一生懸命走りたいですっていう人と一緒に、コーチや監督がやりたいと思います。いや、試合向けて頑張ろうって。いや、もう今日きついっす。走らんっす。そういう人と一緒にしたくないでしょ。あんたがもし監督やったらいい。あの、うまい下手は別だ。うまい下手は別にしてね。あんたは素質がありそうやけど。俺のサッカー下手だったりね。やっぱりあれやけど、ただやっぱ練習一生懸命しよう人はさ、試合出しちゃいたいやん。試合出しちゃいたい。こんな感じ。じゃあ、あとこれグラフにしましょう。グラフにしましょう。ですか？はい。ここでいいですか？ x と y かけて、ここに持ってくるだけですよ。はい、グラフ書きますよ、グラフ。いいですか？そうです。赤と青。はい、x と y です。真ん中0の時は下何でしたか？そう。今スラッシュ違う。スラッシュはスラッシュでもいいなと思いましたけど。はい、×でもいい。こう、ないですね、値がね。うん、で、このグラフを書こうとしてます。このグラフです。はい、6の約数は何ですか？ 1,2,3,4,5,6 で、こっち側がマイナス1、マイナス2、マイナス3、ね、かけて6になるんですよ。だからここは何でしょう？ 1、そう、マイナス2、マイナス3、マイナス6、 OK、で、マイナス6、3、2、1。あとは点取るだけですよね。点取るだけです。
難しくないと思いますよ。1の時6、1の時6、2の時3、3の時2で、6の時1で4です。で、これをただ気をつけてほしいのはですね、ここでこう止めないでください。止めないでくださいっていうのと、例えばこれがちょっとでもこうなったらもうピンになるんですよ。こっち側にこうなったらピンなんで、限りなくグラフにこう近づいていくんですけど、これね、X 軸、Y 軸に近づいていくんですけど、くっついてもピンです。くっつけてもピンです。ですか？はい。マイナス1、マイナス6、マイナス2、マイナス3。マイナス3、マイナス2。くっつけたらダメなんですか？くっつけたらダメなんです。永遠にくっつかないです。限りなく近づくけどね。でマイナス6でマイナス。うん、そう。限りなく近づきますけど、くっつけたらアウトです。こんな感じかな。で、2つ曲線があるので、名前を何と言いましたか？双曲線と言いました。ですね、まず比例と反比例に関してはこれとあと言葉があるんですよ。言葉が例えばですね、縦が X、 横が Y の長方形の面積10ですよ。したらこれ縦が K、 横が面積でしょ。でこれって実はこれやない？これが比例ですなっちゃったね。焼き反比例なんです。例えば縦が2倍になったら横は半分になるということです。長方、これがね、文章でいう反比例の代表なんですよ。長方形の縦は X、 横は Y として面積が10の時、 X と Y はどういう関係か、反比例かけて同じ数になるのが反比例です。あと一個代表としては三角形の面積、底辺かけ高さ割る2やけどね、これも底辺が X、 高さが Y で面積は6ですよとか、これも反比です。ということでした。でこの前の反比例の特集としては、文章、あと文章が比例か反比例かっていうのを、あとはこれだけでいいと。式を作り切ってグラフ書けたらいいと。式作ってグラフ書いて文章が比例か反比例か判断できたら、比例と反比例卒業です。卒業や、はい、ですです。いいですかね。はい、じゃあ皆さん本当に頑張っていきましょう。はい、期末までもう1ヶ月切ってきましたからね。9科目ですよ。授業頑張ってください。はい、はい、じゃあ終わります。はい、ありがとうございました。